こちらのご紹介です。ゲットしてきたミジンコたちですね。クロレラですね。これは玉ミジンコのご飯になります。ただの液体にしか見えないかもしれないけど、よく見るとミユキダル。ついにこれ買っちゃいました。今年の夏はメダカの夏になりそうですね。こんばんは、赤玉ちゃんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。ただいま深夜12時を超えました。今からメダカの開封です。いや、本日はメダカツアーということで、午前中はアクアルークスさん、午後からはクローバーさんへ行ってきました。それぞれ素敵なメダカさんたちに出会ったので、今日はこちらのご紹介です。こちらのご紹介です。で、ゲットしたメダカさんたちを一旦住まわせていくために、これをカインズホームで買ってきました。これを4つカインズホームで買ってきました。まずはこれを洗ってきます。はい、カインズで買ってきたこのプラケースにお水を張っております。このお水はいつも水槽やビオトープに使っている水槽用の浄水器を通したお水ですを少し張っております。そこにそれぞれの子たちを浮かべて、今水温合わせ中です。水温合わせは十分できたので、ちょっとこの状態で観察をしてみましょう。ライトが当たってないので色はあんまりはっきり出てないかもしれないけど、まずこちらが紅アザ。自然と水質が合うように袋をちょっと破いておきます。で、続きまして、これはクローバーさんからゲットしたみゆきだるま。で、これはルークスさんから譲ってもらった月下美人とサファイアを掛け合わせた。これもアクアルークスさんから、マリアージュロングフィンと富岳っていう、これは富岳っていうのはアクアルークスさんのオリジナルのメダカさんですを掛け合わせた。これもね、光とかが当たってると、あと容器が黒かったりするともっと綺麗に見えるんですけどね。出てきましたよ。すごいキラキラだし、ぷくぷくで可愛い。あ、やっぱり力強く泳ぐんだよね、クローバーさんのだるまは。出てきた。今のところ予定しているのは、この、ベニアザミと、このミユキダルマは外のビオトープへ、お引越しをしたいと思ってます。で、この2つ、月下美人×サファイアの子 とマリアジュロングフィンと富岳を掛け合わせた子たちはちょっとなんか増やしてみたいかなと思ってるので、まずはこのプラケースで、ブクブクを設置してこのまま飼育していきたいと思います。今日クローバーさんで生き餌について勉強してきて、今回ミジンコとゾウリムシと、あとはそれらを育てるためのクロレラをゲットしてきたので、餌を育てるところから始めて、でメダカに与えた時の生き餌を使ってみて感じるメリットみたいなのを実感してみたいなと今年は思っております。今年はそんなチャレンジをメダカビオトープ関係でやってみたいと思います。わあ、元気。
これが、ゲットしてきたミジンコたちですね。この生き餌、タマミジンコです。こっちはタマミジンコを増やすようにちょっとこんな大きなプラケースを買ってみました。こっちの方でミジンコを増やす。これはすぐあげれるようにクローバーさんが別にパッキングしてくれたので明日から早速あげたいと思うんですけど、これは餌用のミジンコはこのバケツに入れていきたいと思います。なんならミジンコが可愛い。クローバーさんのお話聞いてた時に、なんかお客様で生き餌としてミジンコを買ってた人が今度ミジンコに愛着が湧いちゃってミジンコ水槽を作っちゃったっていう人もいたよっていうお話をお伺いしました。その気持ちもわからなくはない。めちゃくちゃ可愛い。ミジンコについての詳しいお話はクローバーさんの動画をぜひ見てほしいんですけど、ミジンコはやっぱり増えていくので、増えすぎると酸欠になって一気に全滅しちゃったりとかするから、まあ、増えすぎちゃわないようにどんどんメダカさんにあげていくっていう、もしくは増えすぎちゃった場合は酸欠にならないようにエアレーションをするっていう対策をしていきます。で、あとこれはゾウリムシ、見えるかな、白いモワモワ、ただの液体にしか見えないかもしれないけど、よーく見るとちっちゃいちっちゃい粒粒が、白いモワモワがいます。これはタマミジンコが食べれないような稚魚さんとかにもお口に入る大きさなので、稚魚さんに与えたり、もちろん成魚も食べます。あとはミジンコも食べます。これも、培養をしていきます。クローバーさんは無調整の豆乳を餌にするのがおすすめですっておっしゃってました。なので豆乳ももちろん買ってきております。でこれもクローバーさんが譲っていただいたクローレラですね。これはタマミジンコのご飯になります。これは要冷蔵、使用期限は製造から1ヶ月のみという高級品です。でこれはまあ高級品なので、とりあえずこれを使い終わった後はまた改めてクローバーさんの動画を見ながら私も勉強しつつミジンコちゃんを育てていきたいと思います。ちょっとお水の量がこの中のお水だと少ないので、一応カルキの抜けている浄水器を通したお水を事前に入れておきました。水温ちょっと変わっちゃうと良くないのかなと思ったんで、ある程度浮かべておいて水温を、ミジンコさんたちの袋の中のお水の温度と合わせてます。ミジンコさんたちはベランダ管理していきます。ということで改めまして、このケースだと多分ね色が分かりやすいと思うので、まずこれがアクアルークスさんのベニアザミ、アクアルークスさんからゲットしたベニアザミ、で続きましてこれがクローバーさんからゲットしたミユキダル、でこれはアクアルークスさんからゲットした月下美人とサファイアを掛け合わせた。でこれもアクアルークスマリアージュロングフィンとアクアルークスのオリジナルのフガを掛け合わせて、それぞれペアで今後こちらのメダカさんたちの動向だったりとか、あとはミジンコたちの進捗状況などは動画にアップしていきたいと思いますので、お楽しみに。ついにこれ買っちゃいました。もうこの子卵つけてるので早速食べておこうと思います。まだあれか、スポンジが水を吸ってないから、はい、
い、ということで今年の夏はメダカの夏になりそうですね。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。かたまチャンネルを登録してメダカ飼育を楽しもうということで、また別の動画でお会いしましょう。さようなら。